こんにちは、S です今日は皆様にご報告がありますえー、なんと私事ではありますが収益化達成することができましたやったーいやー結構時間かかりましたね半年ぐらいあの脱毛の動画なんですけどあれが結構伸びて、えー、収益化できる形になりました <laughs> 本当はそんなに見られたくない動画だったんですけど あれが再生回数13万回とかいったので <laughs> 余裕で4000時間超えることができました YouTube のアナルティクスを見てもらえればわかると思うんですけどあの動画上げた瞬間にここポーンっていうふうに上がってすごいチャンネル登録者数も総再生時間数もかなり上がった形になりました体張ってよかったです <laughs> ここで 気になる4月の月収を発表したいと思います。金額を言うと結構生々しくなっちゃうのでお札の人物の名前で発表したいと思います野口さんが2人と、えー、日口さんが1人ぐらいの月収です。イエイ <laughs> どうなんでしょうねこれ皆さんにとって高いって思うのか安いって思うのか。まあ自分は本当に趣味程度でやらせていただいてるので、もうこれだけもらえればすごい嬉しいなっていう風な感じです。<laughs> まあでもオーストラリアだと物価が高いので、もうそれぐらいの値段だと、もう友達とご飯夜食べに行っただけでそれぐらい使っちゃうので、まあこれからはしっかりとオーストラリアでバイトして、 えっとお金を貯めたいなっていいう,うに思いま,すまあオーストラリアはすごい物価も高いんですけどバイトの時給とかもすごい高くて平日だとだいたい20ドルぐらい、えー、2000円ぐらい時給でもらえます休日だと30ドル3000円のところもあるそうで日本と違ってめっちゃ時給高いなっていうふうに思いましたあと物価がどれぐらい高いのかって多分皆さんパッとしないと思うんで えー、コーラで例えるとコーラ1本日本だと150円ぐらいじゃないですかなんですけどオーストラリアではだいたい冷えてるコーラだと400円とか500円とかしますぬるいコーラでも300円とか400円とかします、えっと、コーラを冷やすと結構コストがかかるらしくて冷えてるとコーラが高く売られています日本ってすごい自販機とかで飲み物が冷やされてるじゃないですか それでであまりスーパーパと値段そそんなななに変わらいいじゃないですか。その技術ってすごいなっていうふうに、えー、思いましたあとラーメンとかなんですけどラーメンとかは1杯多分日本で500円ぐらい後楽園ぐらいのラーメンがこっちでは1杯、えー、2000円で売られてますもうめちゃめちゃ高くてもう日本食食べれないです <laughs> お昼だけ自分で食べるようになってるんですけどだいたいハンバーガーとか まあできれば10ドル以内1000円以内で食べれるお店を探して食べてます、まあ、すごい限られてくるんですけどまあ頑張って節約しています留学に来て大体3週間ぐらい経ったんですけどこっちに来て一番思ったことがもうすごい人が温かいなっていうふうに思いました自分全然英語喋れないんですよ <laughs> なんかそれでもすごい話しかけてきてくれて 自分が分かるまで理解するまでしてくれるすっごいみんな優しいです <laughs> であと学校がすごい楽しくてなんかいろんな国の子がクラスにいるんですけどその国の文化だったり言葉だったりそういうのを聞くのがめちゃめちゃ楽しいです最近サーフィンボードを買って自分めちゃめちゃ下手くそなんですよこんな長い えー、ロングボードなんですけどそれでも波に乗れなくなかなか乗れないぐらい下手くそなんですけど海に行って1人で練習してあやっと終わったわと思って1時間ぐらいやって岸に戻ったらなんか観客がいてこんなめちゃくちゃ下手くそな自分に観客がいてずっと見てたらしくて「ブラボー!」みたいな言ってくれて恥ずかしかったんですけど恥ずかしさもありながらちょっと嬉しいみたいな。 すごいいい優しいなってバカにされてるのかもしれないですけどでも自分は嬉しかったです <laughs>、はい、で最近はホストファミリーともしっかりと話すことができて序盤はなんかどうせ話しても通じないしすごい諦めてたんですけど最近はなんか相手が理解するまでこう英語を話すっていうのがすごい重要だなっていうふうに分かってきて。 えっと、頑張っててトライしてますあと5月9日母の日なんですけど学校の先生にホストファミリーの人はお母さんに何かあげるようにっていうふうに言われてボディショップで買った、えっと、ギフトお母さんにプレゼントしたんですけどそしたらすっごい喜んでもらえてめめちゃめちゃゃあげててかっったたなっていいう,うに思いました今後の目標については自分夢があって夢っていうか目標っていうか。 YouTube で稼いだお金で、えー、飛行機を取って日本に帰るっていう目標があるので、えー、皆さんたい大変おこがましいお願いだとは思いますがいっぱい再生してください <laughs> まあ自分もそれなりに面白い動画作,作れるように頑張ります、はい、編集ってめちゃめちゃ大変でホントいつも投げやり投げやりな状態でもうこれでいいやっていう感じでアップロードしてるんで 見てくださってる方にはほんと申し訳ないなと思うんですけどまあちょっと頑張ってるなっていう風な感じで見てもらえれば嬉しいです <laughs> これからもよろしくお願いしますではハバグ day バイバイ